どうもアジャスコットの順です。先祖です。マルです。今ねちょっと空港にいるんですけど、僕たち2年ぶりほぼ2年ぶりにね飛行機乗ってどこ行くんですか？フランスのパリに行きたいと思います。やっていきましょう。なんかね、朝だからなのかそれともコロナ関係なのかわかんないけど、人は結構少ない気がします。だって空港って夜でも人いるよね。そう、普通めっちゃいるけど、多分コロナ関係だとみんな旅行するために PCR が必要なんだよ。そうだから多分旅行する人結構少ないと思う。うん、多分どっかでなんか紙渡さないといけないんですけど、うん、まあ楽しみです。マキディーズ。いや超腹減ったわ。もうロゴがいろんなとこに貼ってあって、ロゴ見るともう本当にお腹空いちゃうよ。まあクソデブだからね、ヘッドは。みんなだろ。俺は食わんぞ。本当に？うん。わあ。僕めっちゃ食うよ。朝マックです。空港でね買うとめちゃめちゃ高い。ただのマックマフィンベーコンに水で650円しました。こんなちびっちょいのに。1年3ヶ月ぶりのフライトなんですけど、みんなはもっとでしょ。僕ほぼ2年だよ。2年の最後に乗ったの一緒に乗ったじゃん。アムステルダム。アムステルダム行った時に乗ったんだよ。ほぼ2年。超2年。もうやば。ほぼ2年。僕は1年3ヶ月前に飛行機乗って日本からアンドラ行きました。だから今なんかね、子供みたいでめっちゃなんか楽しみ。ワクワクするね。飛行機見たらわーね。ちなみにあの人はめちゃくちゃ飛行機が怖い。あ、飛行機めっちゃ嫌いなんですよこの人。なので死なない。値段持ちしもうの。緊張で死なないように。ワクワク。私は、うん、この食べ物の山。黄身がもう少し柔らかければもっとうまかったと思う。でもまあ悪くない。いつものマック。いやー皆さん、デブ活終了でございます。マジでうまかった。ナゲット25個、そしてね、マックマフィン4つ、一瞬でね、全員で食い終わりました。この後ね、トイレで大爆発を犯さないように頑張ります。これなんだけど、まだポルタインフォーエンディエフミノートス。そう、でも一応 B ってわかるから。なるほど、 B の方に向かったりでこうぜ。番号はまだ分かってないってことですね。そういうこと、そういうこと。行きましょう。オーマイグッドネス、オーマイグッドネス。飛行機日が昇ってます。まだ乗ってないけど。本当だ、もう明るくなってるよ。オフね、あ、ちょっと明るくなってる。ちょっとあっちの方か。明るくなってるんだよ。多分太陽あっちから出るよね。僕そうだよ。日昇りよりこれの方が好きなんだけど。なんかね、一番奥まで続いてるんですよトンネルが。そしておい、お前何してんの。飛び越えちゃダメだよ。なんかね、ほらここもう椅子が並んでて通れないようになってるんですよ。だから奥まで行けない。あの人たちジャンプしたのかな。あ、違法じゃん。まあ、あそこの奥からね、多分日の出が見えるんですけど、多分ここもうコロナ関係で閉まってます。飛行機から見れたら運がいい。最高。窓席あったら窓席予約ね。窓席ない。ないの？じゃあ通路席で我慢します。ゲート決まったぞ、順行きましょう。どのゲートですか？B28、あそこにあるやつでございます。目の前で僕たち待ってた。みんな乗る準備できたか？僕は全然準備ワンタン。ちょっと楽しみ。ちょっと楽しみだね、うん、みんなもパリに行きたかったら高評価&チャンネル登録よろしく。今ね、あの空港の働く人が来てコロナテストの証明をしろって言われて、証明されたらこれがもらえます。ちなみにちゃんとねテストしてみんな陰性が出ました、はい、僕はね、はい、この紙です。いや、それ違う。あ、これマクドナルドか。COVID チェックと。だから僕たち COVID フリーです。空港もね、ちゃんとなんかコロナ対策ができてて最高です。イエーイ。なんで今赤いサイレンが鳴ったか知らんけど。不法侵入者。まあ俺はね、すべてちゃんとやってるから問題ないはずだ。イエーイ、2年ぶりの飛行機ですよ。みんな飛行機乗ったのは最後あれだよ。アンドラに行くために日本から5人しか飛行機乗ってない飛行機に乗ってきたんですよ僕。5人しか乗ってない。そう、あのちょうどもう全部の国際的な飛行機がキャンセルされて、その緊急で乗る人だけ、だから僕は引っ越さなきゃいけなかったんで、うん、緊急に乗る人だけの飛行機でめっちゃ高いお金払ってきましたから、ね、やば、本当に結構緊張してるみたいですよ。この緊張の顔見てください。久しぶりやん。
顔青ざめてる、顔青ざめてる。パリの天気調べてくれる？パリの天気、はいはい、寒っ。12度なんだけど晴れ雨雨、明日も雨、明後日も雨、嘘、3日連続雨やばいぞ。はい、僕傘持ってねえよ。僕持ってない。ちなみにめっちゃ屋外撮影が多い予定なのにどうすんのかなって、うん、まあ、逆にいいポジティブを見れば無料でシャワー浴びれるってことですよ。いや、行くやめろ。あ、この通路を歩くのがめちゃくちゃ久しぶりで楽しいです。楽しみ。皆さんは最後に飛行機に乗ったのはいつですか？コメント欄で教えてください。はい、お願いします。わあ、ほらほらほら、ほらYeah. 僕らの席は何番でしょうか、マレキさん。23列23番。じゃあ、俺は皆さん、普通はね、飛行機の中では音楽とか聞くとかゲームとかするじゃないですか。で、ケンゾーはね、今日ヘッドホン忘れたんですよ。なので、僕とマルケはちょっと意地悪したいと思います。ケンゾー、あ、うわ、ダメ。でも俺が聞けないなら誰も聞けない。いやいやいや、まあ僕はね、こ最高だ。おお、神すぎる。音楽っていいよね。さらにノイズキャンセリングが神すぎる。いやいや、読書の方がいいじゃん。俺もう Wi-Fi 払って Wi-Fi 使おうかな。いやー、この感じ久しぶりですね。建物、街全体がこうなんか十字路がめっちゃ並んだ感じになってるから、バルセロナそれで有名なんですよ。さ、それがちょっと分かる気がする。Yes. 皆様、皆様、あ、到着しました。着きました。やばい、エッフェル塔見て、これエッフェル塔。お前、これエッフェル塔だ。すげえな。ふざけんなお前。長い旅お疲れ様です。タクシーがやっと来ました皆さん。いやー、超大変だったな今の。もうコミュニケーションするのは超難かったね。フランス語一言も喋れんねんから。オーマイグッドネス、超疲れた。着いたね。お疲れ様です。イエス。今から友達の家に行きます。そう、僕たち実はね、パリに一人友達がいて、今日はその人の家に泊めてもらえるということで行きましょう。さあ皆さん、結構落ち着いてね、友達と合流しました。 Hey Mehdi, do you wanna say hi? Hello. これが友達です。メディって言うんですけど、街を見せてくれます。今からね、まあ、フランスですので朝ごはんとして何を買うんですか？クロワッサン、クワッサン、クワッサン、あ、ウィウィ。みんな本場のパリで、何これ、クロワッサンと多分ナポリターナっていうのかな。そう、わかんないけど、クロワッサンとチョコレートのなんかナポリターナみたいなやつを買いました。で、買ったあのパン屋さんが、はい、メディによるとここの町近辺では一番いいやつらしい。一番いいね、パン屋らしいんだよ。食べていきます、この後。皆さん、コサンドフランス。いきます。フランスの俺も本場クロワッサン食べたいわ。このカドッチョからいきます。カドッチョが一番うまいんだよ。バターが20で。You like it? 超バカング。He's gonna cry now. めちゃくちゃうまい。うん、これ移して、いくよ。うん、このもっちり見て。オーマイゴー、魚とのてパスティ見て。おー、うん、うん、マイグッドネス。僕にも食べさせろ。もらいます。このあー、すごい。あー、すごい。うん、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 うん。おー、Dios mío, estáis todos así alucinando. Yo también quiero alucinar. It's really good. The butter. バターの味がもうすごいいいね。なんかね、今まで食べたもんがパチモンのクロワッサンだってよくわかった。本当に本当に、パチモンのクロワッサンですよ。それでは皆さん、
今回の動画はここで終わりなんですけど、はい、続き明日も明後日もどんどんアップされていくので、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。あとね、今から僕たちエッフェル塔見に行くんですけど、その動画も多分次アップされると思うので、そうだね、楽しみに。ではね、また次の動画で会いましょう。 3,2,1 アディオス。